高六派とは1890年代に対外強皇論を唱えていた対外公路線を掲げる国家主義、国粹主義的な六党派の連合のこと、対外公六派を略したものである。明治政府が推進する全身的な条約改正路線を批判する国粹主義者たちは内地雑居への反対運動を通じて次第に連携を強め、1893年に 安倍岩根、笹智夫、トモフサ、友ウムらによって大日本協会を結成した。彼らは、欧米列強が直ちに不平等条約を破棄しないならば、日本も、安政条約の原則通りに、外国人に対して、居留地以外の居住を認めず貿易を統制して、平等条約の締結か、外交関係の断絶のいずれかを迫るべきであるとした、条約励行を唱えた。 大日本協会は超党派の団体であり、サザのように国民協会に所属したまま、大日本協会に属している、第二子や大日本協会専属の議員など、所属形態は多様であった。大日本協会の動きに対して、東洋自由党、同盟クラブ、立憲改進党、国民協会、政務調査会の後党派がこれに抗往して、日英通商公開条約締結の反対、 新国への早期改正を掲げて共闘を訳した。この五党派と大日本協会専属議員を一会派と、みなした合わせて6つの党派を対外公六派、略して公六派と呼んだのである。帝国議会設置以来、衆議院では自由党、立憲改新党に代表される自由民権運動を継承する民党とこれに反対する国民協会に代表される 音和派が対立を続けてきたが、ここにおいて、初めて民党と離党の大連合が成立したのである。これに対して、日英通商公開条約の締結を間近に控えた、第二次、伊藤内閣は、警戒感を強め、また衆議院、第一党の自由党も、条約改正に関しては、政府の前進主義に賛同していたために反発を、強めた。地素軽減問題や、 行政整理では、伊藤内閣と自由党も対立関係にあったことから、政局は、伊藤内閣、自由党、高ッパによる三つどもへの対立構図が形成された。1893年、第二次、伊藤内閣は、衆議院解散を行って大日本協会会員が、外国人を襲撃したことを理由に解散を命じた。だが、高ッパが、第三回衆議院議員総選挙後に、 内閣不信任状草案を提出したため、翌1894年に再度解散に踏み切った。第4回衆議院議員総選挙最中に、日清戦争が始まって自由党、高六派もに政府との政治休戦を宣言したが、高六派に対する世論の支持が広がり、同選挙後には、無所属議員による大手クラブの結成などにより、政界再編成が進み、立憲改進党、 国民協会、立憲革新党、中国新法党、帝国財政革新会、大手クラブの6党派による新たなコーロッパが形成されることになった。コーロッパは日清戦争中は政府に協力的な姿勢を示したが、三国干渉を政府が受け入れたことを非難し、戦後は党格への動きを見せ始める。ここに至って伊藤内閣と議会内で孤立した。 自由党が連携を宣言した。これに対して、高ッ派側も合同して、新党を結成する動きを見せ、1896年に国民協会を除く後党派は、合同して進歩党となった。離党色の強かった国民協会は自由党、進歩党のどちらにも組みせずに、第三党路線を取って、三党定率を目指すが、党政府審により1899年に、 回答した。ありがとうございます。